今年もやってきました夏の風物詩、全国高等学校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園。今年はなんと甲子園球場が誕生して90周年のメモリアルイヤーなんですよね。1924年に甲子園球場ができるまでは別の球場で開催されていたんですが、野球人気が高まり増えた観客を収容しきれなくなって、グラウンドに人がなだれ込んでしまい試合が中断なんてことがあったそうです。そこで本格的な球場をと突貫工事で建設されたのが今の甲子園球場。なんと着工が3月で、夏には大会開催が決まっていたから現場は大慌て。その時建設の動力として大活躍したのが牛だったそうです。もう当初はグラウンドの水はけが悪かったそうで、ぬかるんでしまったグラウンドを乾かすためにガソリンをまいて火をつけていたんだとか。豪快すぎ。ちなみに初期の大会では優勝チームに副賞として夏休みを利用したアメリカ旅行をプレゼントしていたそうです。海外旅行なんて誰も行けなかった時代にすごい太っ腹ですね。そうかと思えば、大会が中止されていた戦時中には甲子園球場は軍の施設として使用され、スタンドは高射砲の陣地に、グラウンドは芋畑にされていたんだそうです。球児たちの聖地でなんてことを。そんな数々のエピソードがある甲子園ですが、90周年のメモリアルイヤーである今年はどんな歴史が刻まれるんでしょうか。楽しみですね。